CA さんになることは誰の夢だったの？君が本気でなりたくて今の仕事に就いたのなら、イライラしたおっさんの意見は関係ないじゃん。私は、ゆかりさん！ゆかりさん、早く行って。小さい頃、初めての飛行機で CA のお姉さんが私の背中を優しくさすってくれて、それがとっても嬉しくて、大きくなったらこんなお姉さんみたいになりたいって思って、だからこれは私の夢。なんだか今日はコンパみたいで楽しかったね。